購入する際の注意点3つ、ここまで話して終わりにしようと思います。で、じゃあ注意点3つ先に箇条書きするとこちらの通りで、販売所からは買わないこと、これ1つ目で、2つ目がマイナーな取引所は使わない、で、3つ目が恐怖を感じるならやめましょうっていう、この順番で話します。まず1つ目、販売所からは買わないこと。で、これ結構日本特有の現象なんですけど、まあコインチェックでも、まあビットフライヤーでも、そういったまあ仮想通貨取引所ありますよね。で、そこに登録してビットコインいざ買おうと思うと、そうすると販売所っていうのと、あと取引所っていうのがあるんですね。この2つがあります。で、皆さんここもう 100% 絶対覚えておいてほしいんですけど、販売所使っちゃダメですね。だから取引所を使ってください。だから重要なんで3回言いますね。取引所、取引所、取引所、取引所を使いましょう。で、じゃあなんで販売所ダメかっていうと、シンプルに手数料が高いからです。で、販売所っていうのはなんかちょっと、画面的に見やすかったりとか、初心者向けな感じを醸し出してるんですけど、あれ結構その手数料の、まあ詐欺までは言わないですけど、単純に損するので、まあだから取引所、取引所、取引所ですね。絶対取引所頭に入れて、今回帰ってください。はい。で、続いて2つ目ですね。マイナーな取引所は使わないっていうので、世の中には仮想通貨の取引所っていっぱいあるんですけど、その中でも、まあ個人的にまあここだったら多分安心じゃないかなっていうのは、まあこちらですね。ビットフライヤーと、GMO コインと、コインチェックですね。まあこのあたりだったら、安心だと思います。なんでかっていうと、まあ有名だし、あと裏側についてる企業、まあその会社自体の資産がかなり大きいので、仮に、じゃあ例えばコインチェックの昔ネムが盗まれたじゃないですか。でも盗まれたけど全員にちゃんと返ってきましたよね。まあそんな感じで、当時のコインチェックは、まあ、裏側に大きい会社なかったんですけど、今だとマネックスっていう会社があって、で、そのマネックスっていう会社はすごいお金いっぱい持ってるので、まあ、だから仮に100億円分のビットコイン盗まれましたってなったとしても、まあ、会社がそれだけ資産を持っていれば、そしたらちゃんと返却されるわけですね。まあ、だから要するに有名な取引所を使いましょう。で、有名な取引所っていうと、まあ、ビットフライヤー、GMO コイン、あとは、コインチェック、このあたりでいいんじゃないかなと思います。一応概要欄にも載せてます。はい、続いて3つ目ですね。恐怖を感じるのはやめましょうっていう話で、まあ、僕、今ここまでずっとビットコインいいですよとか、仮想通貨未来ありますって話をしたじゃないですか。で、ここまで話すと、多分聞いてた皆さんっていうのは、あ、自分もちょっと買ってみようかなとか、あとイーサリアムいいかなとか、リップル買おうかなとか、まあ、そんな感じで、多分一攫千金とか夢見て動き出す人がいたりするんですけど、基本的にそれも完全におすすめしないですね。なんでかっていうと、まあ、基本的に一攫千金とかってもかなり難しいですし、まあ、本当に誰も知らないようなマイナーなコインに100万円ぐらい入れるみたいな。で、それがなんか100倍とかになって、それでなんか送り人みたいな、まあ、そういった現象が、まあ、過去に、なんかちょっと起きていたかもしれないんですけど、まあ基本的に難しいですよ。なんでかっていうと仮想通貨の種類なんて、まあ1000種類ぐらいかな、それぐらいあるのかな。で、それぐらいの中から、もうこうめちゃくちゃ吹き上げるコインを見つけないといけないわけじゃないですか。で、そんなの基本的にギャンブルで、で、そういった草コインっていうのは大体もう伸びないんですよ。まあだからそこに100万円を追加してしまったら、多分100万円ってのは0円になってしまう場合もかなり多いので、まあ僕はそういうやり方をおすすめしないです。で、あと仮になんですけど、ビットコインとかに大きなお金を投資するじゃないですか。で、ビットコインにじゃあ例えば300万投資しました。で、300万投資したら、それが翌日には250万になっちゃう可能性もあるんですね。で、こういったリスクをちゃんと受け入れることができるか。で、受け入れることができるんだったら投資して OK です。僕自身も最近だったら毎日仮想通貨のまあウォレットっていうまあアプリとか見てるんですけど、そうすると僕の資産っていうのが1日でも100万単位とか、下手したら300万単位とか1000万単位、まあそれぐらい変動するんですね。で、変動していて僕はじゃあ心境的にどうかっていうと無ですね。完全に無。何も感じないです。まあこういった感じで、ある程度仮想通貨のことを知っていて、で、自分が信じている通貨とか、あとこの通貨に共感するとか、まあそういったそのこの通貨は将来性があるみたいな、そういうふうに思っていて、で、その上で投資して、で、安心して投資できる金額。まあそれだったらいいんですけど、貯金のなんか給料にバンって入れちゃおうみたいな、人生一発逆転だみたいな、これ絶対おすすめしないので、まあだから自分の、本当に最初はちっちゃいお金でいいと思います。大学生とかだったら10万とか。社会人だったらまあ50万とか、まあそれぐらいだったら、まあ結構大きい金額だと思うんですけど、でも最悪まあなくなってもいいかなぐらいの、それぐらいでやるのがおすすめです。はい、という感じで今回かなり長くなっちゃったんですけど、以上が仮想通貨、あとビットコインの基礎解説セミナーですね。で、皆さんどうでしたかね。まあ多分ここまで聞いた方っていうのは、まあある程度基礎は分かったと思います。じゃあ分かった上で、まあ、正直言うと、他にも話したいこといっぱいあるんですよ。もっと面白いなんか、ディファイっていう、まあ、そういった新しいテクノロジーとか、あと最近僕すごい好きなのが、レンディングとかっていう、まあ、そういう、他にも本当いっぱいあるんですね。で、そこはまた機会があったら話そうと思ってるんですけど、じゃあ僕がこういった知識をどうやって仕入れているか、どうやって学んでるかっていうと、それがやっぱり投資をしていくことなんですね。ビットコインとか、あとはイーサリアムでも、あとはバイナンスコインでも、そういうのを持つことによって、興味が湧くじゃないですか。で、興味が湧くと、そこの勉強をもっとしようっていう気持ちになるので、
まあ、皆さんにももう本当少額でもいいのでちょっと始めてみて、それで勉強していくことで、仮想通貨ってこれから本当に世界を変えるテクノロジーっていうふうに僕は信じています。まあ、だから僕はこれからも勉強していくし楽しむし、まあ、そういった人が日本でも増えればいいなと思っているので今回動画を撮影しました。というわけで今回以上となります。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。